はいどうも皆さんこんにちはこんばんは JK です。今日なんですけれども今日は JK クリニック第55回目やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでいつも通りね依頼のあった視聴者の方の褒め診断および今後のアドバイスまでしっかりと行うというこちらの企画ですがさあ今回もね、えー、しっかりと依頼に基づいてやっていきたいんですがまあ、今回のテーマというかね毎回テーマ付けを行っているんですが今回のテーマは仕上げになりますね。はい まあ、アマテラスは別に128を狙うべく、どこを中心的に求めていくのか、補強なのか、まあセンス厳選していくのか、嫌い狙いなのか、というところね。はい、ここをどこに重きを置いてやっていけばいいのか、というところを、まあアドバイスしていけたらなと思いますので、まあよかったらね、皆さんも同じような境遇にある方ね、結構いるんじゃないかなと。やっぱりこのね、まあ僕もそうですけど、1024まで行くけど、128まで行くとなると、やっぱりテコ入れがもう一段階上必要なんだよね。 まあそこの勝負に行くタイミングとかも、まあやっぱ人それぞれあると思うし、まあそれが今のタイミングなのか、まあこれからね、まあまた年末に近づいていってのタイミングなのか、まあおそらくね、今回の終年とかでね、だいぶ上積みした人もいるでしょうしね、まあいろんなタイミングがあるわけですが、まあそのタイミングをいつ狙うかとかもまあ当然大事なんですけど、まあ戦力的な部分でね、まあそのタイミングいつ狙うかというよりは、まあどういったところを狙っていけばいいか、まあどこで勝負かけるかはね、いろいろ人それぞれなんですけどね、まあそういうところをまあ 中心的にお話できたらなと思いいまますすよろししくお願いしますでは、依頼者の方ね、早速見ていきましょう。こちらです。はい、ということで、今回の依頼者の方はご覧の通りでして、まあ、総合力もね、16万2000ぐらいということで、まあ、僕より相当高いね。1万8000ぐらい高いんかな、僕よりね。 ということで結構ね、うん、豪華な面々でね組まれてるので、まあ、正直ね組み方的には全然問題ないと思うんですけどね、まあ、プラスアルファでどういったところ、まあ、アドバイスメインとかになってくるのかなと、まあ、僕もありがたいことにねいろいろ強い方のマスカットとか見せていただく機会が、まあ、おそらく、まあ、そこら辺の 人たちよりは多いのかもしれないんでね <laughs> 多いのかもしれないので、まあそこと比べながらとかでね、お話できたらなと思うし、まあ僕も一応理想的なところはあるので、まあその理想論とかにもちょっと入ってはくるんでしょうけどね、お話できたらなと思うし、まあそのアドバイスでね、まあベスト128まで、まあ、無事いけたとしたら、まあそれはそれでいいことなんでね、まあそこにいざなえるように、えー、頑張っていきたいと思いますので、よかったらね、最後まで聞いていってください。 では早速ね、依頼時の方でこちらに、ね、選手ボックス見させていただきまして、今回ね、褒め入りの可能性のある選手たちを事前にピックアップして送っていただいてますので、その中からね、今回、褒め入りの可能性を感じた選手というのをチェックして見ていこうかなと思います。では、ポジション別に見ていきたいんですが、ゴールキーパーからまずは見ていきましょう、こちらです。はい、ここは孫涼選手のマジェスティックね、まあ23ですよね。 ここはもう一択かなと思いましたね。はい。これぐらい仕上がってるキーパー持ってるんだったらもう全然十分かなというところですね。まあ、クラブリンクもね、一応今回川崎で組む予定なので、まあそういった意味も込めてですかね。まあこれプラスなんでね、ボナー戦もね。まあめちゃくちゃでかいと思うんで、はい。そういうところを買っての、えー、一択と思っていただけたらなと思います。はい。じゃ続きましてセンターバック候補の選手たち見ていきましょう。こちらです。 はい、ここは左がエドアルド、エドルド選手の23フォーカス、右が鈴木選手の23月間 MVP となってます。いや、川崎ちゃうやんけと。<laughs> まあでもここはね、この2人が抜けてたんで、ここはここでいいと思います。はい、まあこの2人起用しながら、まあ今後いい選手入ってきた時にどうするかっていうのはちょっと悩みどこかなとは思いますけどね。うん、まあ特にエドアルド選手の方がスキル強化がないんでね、まあこれぐらいの上求めていける人だったら、 まあここのねスキル強化つけていったりとかいうところか、もしくは補強とかで、まあ、どうにか目星選手がいるんだったらそこを狙っていくとかね、まあ、そういったのはちょっと必要になるかもしれないですね。まあ、ただ、まあ、ベスト128に行くレベルとしては十分なんじゃないかなと思いますけどね。はい、じゃあ続きまして、サイドバックの候補選手見ていきましょう、こちらです。はい、ここは左が上里,里選手の23フォーカスドプレーヤー、真ん中が山根美希選手の23スターター右が酒井宏樹選手の 23TSS ですね。はい ということで、まあ、ここもねサイドバックいずれにしても左右選んでいきたいんですが、まあ、ここはねさっき冒頭で申し上げました川崎意識でね、まあ、ここを、まあ、上り座選手、山根選手をスタメンにして、まあ、城西コンビの、ねまあまあ、クラブスターズまで組めたらなっていうところもあるので、まあ、ここはサイドバックこの2人でいきたいね左右ね酒井宏樹選手が、まあ、仕上がり的な面で見てもんどうかなっていうね ちょっとスキル面がね、特に、まあ、キラーはキラーだと思うので、まあ、これはいいと思うんですけどね。うん、というのがあるので、もし他の TSS 枠とか咲くところがあるんだったら、ちょっと分悪いかなっていう。で、もし咲かないでいいんだったら、まあ、交代役で入れるっていう選択肢も一つ、まあ、残しておいてもいいかもしれませんね。まあ、特に山根選手の仕上がりが、ちょっとね、ディフェッチ、まあ、スキル強化とかもないので、まあ、ちょっとやっぱ後半不安視されるとこあるんでね。まあ、ここはちょっと狙っていくというのは一つ面白いかなと思います。 はいじゃあ続きまして、ボランチ候補の選手見ていきましょう。こちらです。はい、ここ3名の選手ですね。左から阿部幸選手の23、TSS 日本代表。真ん中が三沢健斗選手の22、マジェスティック。右が谷口翔吾選手の23、日本代表となっています。はい、ということで、ここね、過去クラブリンクで一応、谷口選手反応するしね、ボダン戦もプラスなので、これ結構使いやすいんですが、まあでもね、阿部選手、三沢選手の仕上がりがいいので、 まあここはこの二人先発で、まあ育成差もね、若干あったりするので、まあここはそうでいいんじゃないかなと思いましたね。まあ、ただ交代役の余裕とかがあるんだったら、まあ特にミサオ選手の方がスタミナちょっと切れやすいと思うんで、まあここと交代するかどうかだけかなとは思いますね。ただミサオ選手もまぁ銀差があるので、無理やり交代すべきかっていうとちょっと難しいんだけどね。まあ、ここも枠に余裕があればぐらいで、で、あとはまあ使ってて、まあちょっとやっぱり交代枠欲しいなと思うんだったらぐらいでいいんじゃないかなと、まあ、ここはちょっと気を見ながら、 にははなななってくるんじゃいいいかなと思いますね、はいまあ、ただ谷口選手のね、こちらのカードもいいカードなんで、まあ、ここはね、行かせるんだったら使いたいけどね、まあ、現状はちょっとね、まあ、このまま、この比べだと厳しいというか、分が悪いかなという感じはしますけど、今後どうなるか分かんないですね。はい。じゃあ続きまして、トップ下の選手見ていきましょう、こちらです。はい、ここ左が脇坂選手の 23FP、右がマッテウス・ジェイズ選手の24月間ベストゴールね。はい。 こちらの2枚の枚比較になります。まあ、正直ね能力値的な仕上がりとかで言えば、まあ、マテウス・ジ,ジューズ選手は面白いなと思うんですけど、まあ、ここもね、まあまあ、クラブスターズ優先かな脇坂選手先発で後半能力値上がりきった状態でマテウス・ジ,ジューズ選手を出すっていうのもちょっと面白いんで、まあ、今回ちょっとそれで考えようかなと思うんですけどもし今後なんか交代役を別のところに裂きたいとかなったりとか、まあ、クラブスターズ組む時にまあ余裕があったりとかするんだったら あと、プラスでまあマス、マテウス・ジェジュス選手をね、キラーにできたりとか、まあ、例えばこれスキル強化つ,きついたりとかすればね、話変わってくると思うんで、まあ、そういう上積みの要素とかがあったら、もうちょっと考えてみても面白いかもしれないね、先発とかね。はい。っていうのはあるので、まあ、現状は前半脇坂、後半マテウス・ジェジュスみたいな感じでいいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ続きまして、ウイング候補の選手見ていきましょう。こちらです。 はい、こちらは左からマルシーノ選手の22月間。で、真ん中が家永選手の22月間。で、右が久保選手の 22TS ですね。はい。まあ、フラッスル系の選手たちになるかなと思います。はい、ということで、まあ、このね、3名比べたときにみんな結構仕上がりはいいんですけど、個人的に目を引くのはやっぱり左からの2人かな。うん。まあ、カード自体はね、もう古いところになるので、うん、まあ、どうかなというところもあるんですけど、ただタイプ的にね、この2人に共通するところって、 パスフラスルなんですよね。これ結構時代が追いついてきた感があってて、今の方がむしろ輝けるんじゃないかっていうね。うん。これはね、まあいいカードだと思いますよ。はい。で、しかもクラブリンクもあるんで、2人ともね。で,でも考えると、まあ先発左右でいきたいね。うん。こうフラスル系でね。まあ真ん中ボレーで当てていきたいですね。うん。っていうのは結構ベストかなと思います。で、ワンチャン、まあ久保君も、 まあ交代枠 TS 空いてればっていうところですかね。ただもうちょっとシューター寄りの選手でもいいかもしれないね。まあ、ここはちょっと悩みどこですが、まあ、その交代枠とか使うんだったら CF のね、まあ、兼ね合いとかもあるので、まあ、そこ次第かなと思いますけどね。後、は、方、い、には一応入ってくるかなと思います。はい。じゃあウィングもう一ページ見ていきましょう。こちらです。はい。ここ、乾隆選手のね、22TSS ね。はい。こちらになりますが。 このカード、キラーだしね、ダブル顔面だし、ということで、めちゃくちゃ印象いいですね。はい。ということは、まあ、さっきね、マルシーノ選手か、家長選手、まあ、左右ね、それぞれ使うと言ったんですが、後半からはね、ここに乾選手行きたいね。うん。まあ、一応前半のうちに出しとけば、まあ別にね、あの、円形部分も困らないしね。 はいそんな感じするんで、まあ、後半からしっかりと、まあ、相手が弱ったところを仕留め切るぐらいの力を見せてくれればまあ1点なりし2点というところは狙っていけると思うので、まあ、後半からの秘密兵器として、まあ、ここはね生かしていきたいですね。はい まあここも今現状チーム事情とかでね、まあマルチュー選手とか先発で行きたいってなってますけど、もしね、まあここも勝手に頭から行っていいよみたいな状況になれば、一応先発も考えていい場面というのは今後出てくる可能性あるんですけど、まあ現状は一応、一応ね、まあやっぱ、まあ全体のことを考えるんだったら後半からがベストかなっていうイメージですね。はい。じゃあ最後、えー、CF 候補の選手見ていきましょう。こちらです。 はい、ここは左が豊川選手の23ベストゴール。で、真ん中小林選手23アイコニック。右が、えー、町野選手の22の青図となっています。はい、ということで、まあ、ここは仕上がりとかね、ジクラブ考えると、 まあ、左からの二人が優勢かな。キラーの部分もあるしね。豊川選手、小林優選手で。当然これね、まあ、言ったら豊川選手の方が、まあ仕上がりいい、いっていうか、ね、使ってみたいというところがあるんですけど、これもね、まあクラブの関係とか、あとは、ここそうですね。まあ小林優選手ボレー持ってるんで、まあさっきのね、二人の、まあ良さというのを活かしやすかったり、まあ一応エースストライカー持ってるんですけどね。まあここを活かして、まあ小林優選手先発で、 で、当然ベストゴールなんでね、まあフィニッシャーで上がりきったところで豊川選手に交代っていうのが、まあ結構面白いんじゃないかなとは思いますけどね。うん。てか、こっちの方がまあ後半も結構脅威で、まあ長い時間いい関係で、ね、まあ保てるのかなと思ったりとかするんですけど、あとはね、まあ今後ちょっとアドバイスで話そうと思いますけど、ここに TSS 枠を割いていくっていうのも、まあ最近の環境だと一つ考えようかなとは思うので、まあそこもちょっと検討するとかね、 まあ、それこそ川崎で行くんだったらね、まあ、大久保選手あたりとかはちょっと噂に上がってますけど、まあ、出たりとかしたらね、補強できたらめちゃくちゃでかいですからね。で、それが、まあ、近距離ボレーとか使えるんだったら、近距離ボレー、ね、もしかしたら超次元とかの可能性もあると思うんですけど、まあ、そういうところでね、マッチしてくれるとめちゃくちゃ戦力上がると思うんで、まあ、今後のカードに期待するのもいいし、まあ、今、現状出てる選手で補強してもだいぶ上積みにはなる可能性あるので、まあ、そういうところも考えていく必要は一応あるのかなと思います。 はいということで、えー、カードずらっと見ていきましたが、じゃあ、ここからね早速、診断結果の方を見ていきましょう、こちらです。はいということで、下から見ていくんですけど、ゴールキーパー、ソンリオン選手ね、センターバック、エドワルド選手、鈴木よしのり選手ね、で左が上、えー、り立つ選手、右が山根選手のサイドバックです。で、ボランチが三沢選手、阿部選手先発、トップ下、脇坂選手先発。 でウィングはマルシーニョ選手、家永選手先発の CF 小林優選手が先発となってます。ということで、まあ、連携部分も考えると、まあ、川崎系の,、ね、あのクラブスターズも組めて、であとはまあ城塞も組めるということで、結構しっかりと連携絡めて、まあ、いけると。まあ、ただこれ、ちょっと発動時間がどうか分からないですけどね、はい、そこによっはちょっと関係ない選手出てきますけど、まあ、いずれにしても受け,て、ね、あの受ける選手は出てきますので、まあ、これもいいことかなと思います。 で、キッカーなんですけど、まあ、PK は、ま、一応小林選手かな。うん。で、フリーキックは、ま、家長選手。あ、ごめん。コーナーキックは家長選手。で、フリーキックは、ま、脇坂選手あたりが蹴るべきなんですかね。特に、ま、キッカーがいるってわけじゃないので、まあ、ここはでも、ま、これがベスト、うん、かなと思いますけどね。まあ、これでいいんじゃないかなと思います。で、あとは交代枠ですが、ここ豊川選手 CF45 分ね。 で、犬井選手が、えー、左ウィング45分。で、マテウス・ジェイズス選手がトップ下45分。で、谷口選手が、えー、これ DMF ね。まあ、ミサオ選手かなと60分かなうん。まあ、これでも場合によっては安倍選手と交代のなしではないのかもな。ちょっと見てみないとわかんないですね、ここは。どっちがちょっと衰えてきそうな方と交代っていう感じですかね。まあ、ミサオ選手の方がちょっと衰え早そうですけどね。で、あとはウィングのシューター一人欲しいね。家長選手のところにね。 まだからここ TSS 枠に余裕があるんだったら一応久保選手でもまあ悪くはないんですけど、うんそこをどう見るかってとこですよね。一つね。はい。ということで、まあ現状一応久保選手とかが筆頭にはなるのかなという感じしますね。ここね。で、あと一つね、まあ僕はこれ組んでて思ったのは、結構ね、その、まあ128っていうところは実質ね、別にこのメンバーでも目指せなくはないんじゃないかなあとはマッチングとかでだいぶ変わってくると思うんですけど、まあ、より強固に目指していくんだったら、 これ今ね、川崎で結構組んでるんですよ。まあ上3人もそうだし、まあね、下の方3人もそう。脇坂選手入れて今7人いるわけですよ。ということは、一応6人いれば、あの、連携は組めるので、あと1人外せるんですよ。で、これあと1人外すとしたら、じゃあどこ外すべきかって言われると、やっぱりね、小林優選手のとこなんだよね。うん、おそらくね、まあ、上目指すんだったら。ここが、 まあ例えば、豊川選手頭からでもいいし、まあ一番いいのは、僕的にはやっぱり理想だと思うのは、まあ CF に、まあ、TSS1 人入れて、で豊川選手を後ろ、まあ、30分ぐらい行かせるみたいなパターンがまあ一番強力ではあるのかなと思うので、まあ、そこの補強というのは結構必須になってくる、必須というか、まあ、必須ではないんですけど、どこが一番影響出そうかなと思ったら、やっぱそこだなというふうに感じましたね。はい というのが、ま、診断結果の全てかなと思います。だからさっき言った通りね、まあ、大久保選手が川崎バージョンとか言ってるんだったら、それがめちゃくちゃベストだと思うんで,で、おそらく結構しっかり課金されてる方だと思うんで、そういったところに絞ってね、まあ、ぜひ課金してどうにか手に入れていただけると、めちゃくちゃ強くなるんじゃないかなと思いますんでね。はい、そこちょっと頑張ってほしいかなと思いますね。はい。ということで、えー、アドバイスね、細かくじゃあやっていきたいんですが、じゃ守備陣についてのアドバイスね、まずやっていきましょう。こちらです。 はいということで、まあ、ここはね、正直、まあ、別にあんまり言うことないかなっていうぐらい、まあ、全体的に仕上がりはいいんじゃないかなと思いました。まあ、細かいところ言うんだったら、スキル強化欲しいとかね、まあ、そういったところあるかもしれませんけど、まあ、そこはまあ、今後ね、また見つめ直していけばいいと思うので、まあ、ただ、基礎的なレベルとしては、もう十分達してるんじゃないかなというふうには感じましたんでね。あと、その、まあ、どうだろうね、抗体薬含めてのまあ補強、まあ、余裕とかがちょっとあったら、なおね、まあ、行きやすかったりはするんでしょうけどね。 うん、ってぐらいでしたかね。あとはそんなに気になるとこは正直なかったかなっていう。まあメンバー見てもね、まあ川崎のいいところも出し切れてるし、うん。で、今年川崎の選手でセンターバックでって言われると、まあ高い選手ぐらいだと思うんですけど、高い選手がただ、あの2人を貫くようなカードが今年まだ早いんじゃないかなっていうね。まだまだ先の話なんじゃないかなと思うので、うん、まあそう考えるとね、月間 MVP とか取れば話変わってくるんですけど、そうじゃない限りは、 まあ、なかなか厳しいと思うので、現状、まあ、そうね、例えば、その今回ここに上がってきてない選手でね、誰かいい素材がいて、その選手がめちゃくちゃいいカード出たときにね、取れましたとかだったら入れ替える可能性はあると思うんですけど、現状、結構高いハードルだと思うんで、まあ、ここはまあセンス厳選をね、さっき言った通おり、まあ、エドヤルド選手にね、顔面つけていくとか、まあ、そういったところを狙いながら立ち回るぐらいで、まあ、一応、捉え方としてはいいんじゃないかなと思いましたね。 まあ当然上積みの補強とかが入ったらそこは入れ替えたりすべきだと思うんで、まあ、そこを狙いつつ、まあ、細かいところね、センス源泉とか、キラ源泉とかそういったところを頑張っていくべきなのかなと思いましたね。まあ、だからそんなに育成の優先度は別に攻撃陣に比べたら高くはないっていう印象だったんでね、まあ、どっちかといえば上の方をね、しっかりと固めていきたいところかなと思います。はい、ということでじゃあ攻撃陣のアドバイスを見ていきましょう。こちらです。 はい。ということでね、ここもまあ正直ね、十分なレベルにはあるんじゃないかなと思います。全体的にはね、結構レベル高いカードもありますしね。まあ C 点だったらウィングの交代役の補強とかが、まあ犬井上選手ほどではないにしても、まあ結構ね、スキル強化ついてシューターでとかそういったところが補強できたりすると、まあいいんじゃないかなというところと、あとはさっき言ったとこ CF ね、うん、ここにスキル強化、シュートスキル強化とかやっぱあれば、もっと得点力上がるというところと、まあ言えば小林優選手のところに、 さっき言った通りね、TSS 枠1人入れて、そのポイントゲッターみたいになる選手がいればね、まあ両ウィングのパスはめちゃくちゃ優秀だし、まあね、片ウィングの左ウィングの交代で入ってくる選手は優秀だし、まあ、正直レベル高いんでね、まあトップ下は別にそんなに困るね、ところないと思うので、C 点だったらもう CF の得点源になる選手っていうのをしっかりともう確立できれば、まあ別で128というところは安定していけるんじゃないかなと思いますので、 まあ、ここが勝負かなと思いますね。ここが揃ったときに、まあ、よりね、高み目指していけるんじゃないかなと思いますので、まあ、できればね、まあ、大久保選手が出てきてくれて、まあ、川崎バージョンとかでね、出てきてくれて、いいシュートスキル持ったカードで出てきてくれるのがもう一番いいんですけどね。まあ、それを待ってもいいと思うし、あまりにも今年来なかったら一旦、例えば復刻でまた狙い行くとかね。まあ、今現状狙う候補としては、まあ、いろんな選手いると思うんですけど、まあ、大黒選手でもいいと思うし、 まあ正直他の選手でもね、別に悪くないと、高原選手とかでもいいしね、まあジーコ選手でもいいだろうし、まあ,ああいうところを狙っていったら、まあ環境変わる、環境変わるというか、まあプラスアルファでもう少し上見れるんじゃないかなと思いましたね。はい。まあそれこそ128度まりじゃなくてもうちょっと上とかね、目指していくにはまあそこがちょっと必要なのかなと思いました。よかったらね、参考にしていただけたらなと思います。はい。ということで、今回第55回 GK クリニックは以上となります。 まあ結構レベル高い人からのね、まあ依頼になったので、まあちょっと上から目線ね、に聞こえるところもあったかもしれないんですけど、まあ実際ね、まあそんな感じで僕は思ったことをね、話させていただきました。やっぱりね、最近の環境をね、まあ僕も集計とかいろいろね、アマテラサやってましたけど、まあほぼほぼと言っていいほどね、CF のシューターというのは、やっぱ強いんだろうなと、うん、いうところもあったし、まあ正直な話、まあこれもあんまりいい話じゃないんですけど、あの、 今回の方のデッキ見させていただいて、正直これより仕上がってないでベス,ト1000ベスト100とか入ってる人とかって多分いたと思うんですよね。なので、まあ全体的なレベルとしては結構高いところにあるので、まあ自信持っていいんじゃないかなっていうところですよね。で、その自信のまあ最終的な固め方としての CF の補強っていうところが、まあ、結構鍵になってくると思いましたんで、そこさえ頑張れば、もっと上、なんならベスト128と言わずにね、もっと上狙っていけるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、えー、頑張っていただきたいなと思います。 ということで、じゃあ今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今回のご視聴します。バイバイ。